山本周五郎作「じゃん」その長屋の人たちは毎月の14日と晦日の,日の晩に決まってしげさんの勇ましい管を聞くことができた言うまでもないだろうが14日と晦日は誕生日で職人たちが賃金をもらう日でありまた彼らの家族たちが賃金をもらってくる主を待っている日でもあった その日稼ぎのものは別として、決まった調和で働いている職人たちとその家族の多くは、月に二度の誕生日を何より楽しみにしていた。夕下の禅にはご馳走が並び、主のためには酒もつくであろう。半月の締めくくりをして、子供たちは明日何か買ってもらえるかもしれない。